マスターです、えー、聖書をメッセージの時間となりました。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はこの聖書の、えー、旧約聖書のエレミア書からのエレミア書3章からのメッセージとなります。えー、今現在、えー、世界情勢は特に厳しいですね。えー、まあ政治の、えー、お話をするわけではありませんけど、えー、ロシアそしてウクライナ。えー 旧冷戦時代ではありませんけど、それの,の時ではありませんけど、いろいろと n a まあそういうロシアのプーチン大統領とアメリカのバイデン大統領が電話で話したということで、まあえーまあ、それとはだいぶ話は違いますけど、今日はエレミアですね。エレミアの,その生きた時代、えー、北の イスラエルは同じまあ、えー、一つの国イスラエルがダビデの,のソロモンの時もダビデの子ソロモンの時まで、えー、一つの国でしたけどその子ソロモンの子レハブアムの時に十、えー、部族の時にヤブロアムが来たん来た 10部族を引いて、えー、レハブアムのそれもレハブアムがー2部族を引いてその南の由来ですね、まあ、国が別れた、まあ、悲しい現実がありますけど先に真琴の神様信じる神様の神であるこのイスラエルは 偶像礼拝に陥り先に、えー、北のイスラエルはあしらに滅ぼされ、えー、南のユダも日崎の時代イザ前の時代には、えー、そのあしらを跳ねの,のけましたけどでもお次の大国おバビロンバビロンに行って、えー、滅ぼされましたそして南のユダはバビロン星と星になって、えー、70年後に、えー 保守の機関となりますけど、まあ、そういう流れで、えー、そういう大国、バビロン、そして、えー、バビロン、またそして都内のエジプトということで、そのエレミアのお生きた時代、えー、バビロンによって滅ぼされて、えーそえー、エレミアも後半、えー、エジプトに、えーそのえー、連れて行かれますけど、そういう。 時代背景、まあ、そういう少し油断がそれましたけど、今日の涙の預言者と言われているエレミアですね、このエレミアの師からのメッセージとなります。まあ、前置きがなくなりましたが、ひ言お祈りいたします。天の父の神様、聖書のメッセージのときを神様、感謝いたします。どうか、この者の,の思いとお口火を整えてください。どうかあなたの 御言葉を曲げたり歪めたり色をつけたりすることなくどうかあなたの御言葉真理を正しく分かりやすく大胆にストレートに力強く語るものとなさせてくださいこのものの思いと口を整えてください清めてくださいそして力を与えてください勇気を与えてください知を与えてください 感謝してこの祈りイエス様のお名前によってお祈りい,いたします。雨、えー、感謝いたします、うん。長くなりましたけど本題に行きたいと思います。今日は、えー、エレミア書の3章ですね。えー、まあ読んで、えー、一つのめくとばに注目してそこからどう応答するかを、えー、見ていきたいと思います。この。 エレミ m 書3章の22節を今日の注目する点と見言葉としていきます主題としていきます配信の古来を変えれ私があなた方の配信を癒そう今私たちはあなたのもとに参りますあなたこそ私たちの神主だからです感謝でしますこの見言葉 配信のこらえを変えれ、私があなた方の配信を癒そう。今、私はあなたのもとに参ります。あなたこそ私の神、主だからです。私は迷いやすいですね。すぐに他のものに移っていきます。自分の好きなこと、自分の欲望、すぐにこの神様よりも他の楽しみ、他の娯楽に行きますね。そういう。い 的なものに流されやすい私たちものですけど、今日の御言葉は神様がそう言っています。配信の頃を変えれ、私があなた方の配信を癒す。今、私はあなたのもとに参ります。あなたこそ、私の神、主だからです。レバイバルですね。この後から賛美いたしますけど、404番。 えー、配信のこらえを変えれと書いてありますね、まあ、400番ちょっと見ていきたいと思いますこのような、えーまあ、ライブ感覚、まあ、原稿なしで言ってますけど、えー、400番、えー「イエスはなりを呼びともですね神の招きとなっています」えー「配信のこらえを変えれ私があなた方の配信を癒す今私はあなたのもとに参ります」 あなたこそ私の神、主だからです。感謝いたします。えー、まあ行きと本題が長くなりますけど、早速、えー、エレンア書の三章を見していきたいと思います。えー、力が入りますね。喉苦いますます。はい、もう本当なら原稿の、うん、が良いですけど、まあそれを目標としています。えー、長くなりますけど、エレンア書の三章。 行きますエレメッシア参照もし人が自分の妻を去らせ彼女が彼の元を去って他の男のものになればこの人は再び先の妻の元に戻れるだろうかこの国も王に汚れていないだろうかあなたは多くの愛人と淫行を行ってしかも私のところに帰ると言っている死の見つけ 目を上げて裸の顔を見よどこにあなたが共ねをしなかったところがある。アラルのアラビア人がするように道端で相手を待って座り込み、あなたの淫行と悪行によってこの地を怪我した。それで夕立はとどめられ、後の雨はなかった。それでもあなたは遊女の額をしていて恥じようともしない。今でも私に こう呼びかけているではないか。父よあなたは私の若い頃の連れ合いです。いつまでも怒られるのですか永久に怒り続けるのですかと、なんとあなたはこう言っていてもできるだけ多くの悪を行っている。ヨシア王の時代に主は私に教えられた。あなたは背信の女、イスラエルが行ったことを見たか。 彼女は全ての高い山の上、すべての茂った木の下に行ってそこでインクを行った。私は彼女がすべてこれらのことをした後で私に帰ってくるだろうと思ったのに帰られなかった。また裏切る女、妹のユダもこれを見た。配信の女イスラエルは貫通したというその流で。 私が離婚状を渡してこれを追い出したのに裏切る女妹のユダは恐れもせず自分も行って会員を行ったのを私は見た彼女は自分の隠居を軽く見て国を汚し石や木と貫通したこのようなことをしながら裏切る女妹のユダは心を尽くして私に帰らず ただ偽っていたに過ぎなかった死の見つけ死はまた私に寄せられた「配信の女イスラエルは裏切る女ユダよりも正しかった」言って次の言葉を北の方に奪わって言え「配信の女イスラエル帰れ死の見つけ私はあなた方を叱らない私は恵み深いから死の見つけ私はいつでも怒ってはいない」 ただあなたは自分の戸川を知れあなたは自分の神死に背いて全ての茂った木の下で他国の男と勝手な真似をし私の声を聞き入れなかった死の見つけ配信のこ来を変えれ死の見つ月私があなた方の夫になるからだ私はあなた方を町から1人士族から2人 選び取り塩に連れて行こうまたあなた方に私の心にかなった牧者たちを与える彼らは知識と分別を持ってあなた方を育てようその日あなた方が国中に増えて多くなるとき死の見つけ彼らはもう主の契約の箱について何も言わず心にも求めず思い出しもせず調べもせず再び作ろうともしないその時 エルサレムは主のミザと呼ばれ、バ、えー、国の民はこのミザ、主の名のあるエルサレムに集められ、二度と彼らは悪いかくならな心のままに歩むことはない。その日、ユダの家はイスラエルの家と一緒になり、彼らはともどもに北の国から私が彼の先祖に継がせた国に帰ってくる。私はどのようにして、 あなたを息子たちの中に入れ、あなたに親わしい地四国のうちで最も麗しい譲りの地を探しようかと思っていたまた私はあなたが私を父と呼び私に従ってもう離れまいと思っていたところがなんと妻が夫を裏切るようにあなた方は私を裏切った イスラエルの家を主の見つけ、一つの声が裸の丘の上で聞こえるイスラエルの子らの愛玩の鳴き声だ。彼らは自分たちの道を曲げ、自分たちの神、主を忘れたからだ。配信の子らを帰れ、私があなた方の配信を癒そう。今私たちはあなたのもとに参ります。あなたこそ。 私たちの神主だからです確かに物の,のかも山の騒ぎも偽りでした確かに私たちの神主にイスラエルの救いがありますしかし私たちの若い頃からバールが私たちの先祖の勤労の,の実彼らの羊の群れ牛の群れ息子娘たちを食い尽くした時 私は恥の中に伏し侮辱が私たちの王位となっています私たちの神主に対し私たちも先祖たちも私の若い頃から今日まで罪を犯して私の神主の御声に聞き従わなかったからです感謝いたします、えー、エレミア書三章でした思わず力と感情が入りましたけど感謝いたします少し喉を潤します 今日の、まあ、注目する見言葉の箇所は、この、えー、22節配信の古来を変えれ。私はあなた方の配信を癒そう。今、私はあなたのもとに参ります。えー、あなたこそ、私の神、主だからです。まあ、前回の聖書メッセージでは、ヤコブの手紙からの4章ですね。4章のこの、 まあ注目した箇所が神に近づきなさいそうすれば神はあなた方に近づいてくれくださいます。その後半の部分に、えー、私は今日の、えー、この配信、まあ、偶像崇拝、えー、もその結果、えー、北のイスラエルは柱に滅ぼされ、えー、結果このユダもエレミナの時代にバビロンに捕囚とされます、えー、この 私の現在の信仰として罪ある人たち手を洗い清めなさい双心の人たち心を記憶しなさい私はどこに前回のメッセージでありませんどこに近づきますかどこに目を向けますかどこ,にどこに心を向けますか、まあ、厳しい見言葉ではありますけどいわゆの 目視力参照の、え、一節から、あ、六節まで、この、お、御霊。サルデスにある教会に、の御霊を、見ていきたいと思います。えー、まあ、急に、えー、エレミア書から、旧約から、新約に、に飛びますけど。私、現在、今、とても、生ぬるいですね、えー。まあ、寒いですけど、今日は、け、け健康は。 気温は寒いですけど私の霊的な状態が暑くなく冷たくなく生ぬるいですね生ぬるいですねこの現代特に日本のそういう、ま、平和ではありませんけどそのパロが生きた時代ネロの白の時代クリスチャンたちが命を懸けて礼拝した墓地で墓地の中で えー、礼拝したと今日 <laughs>、まあ、都道教会のメッセージで、えー、ありました。感謝いたします。長くなりましたけど、えー、私の厳しく叱責されるうこの私の状態、えー、をおお「ヨハネの目視録3章の一節から六節までをお読みいたします。 またあー、サルデスにある教会の見つかりにかけ遅れ、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。 だからあなたがどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさいそれを固く守りまた悔い改めなさいもし目を覚まさなければ私は盗み人のように来るあなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからないしかしサルデスにはその子供を汚さなかった者がいくかいる彼らは白いを 衣を着て私と共に歩む。彼はそれにふさわしいものだからである勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるそして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない私は彼の名を私の父の見舞いと見つかりたちの前で言い表す 意味のあるものは御霊が主教会に言われていることを聞きなさい。感謝いたします。えー、この一節ですね、えー。またサルデスにある教会の御使にかけ遅れ。神の七つの御霊及び七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたのお金を知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。 感謝いたします、まあ私事ですけどプライベートですけど、えー、私、えー、家庭においては、えーまあ、時間の許す限り、えー、デイリープレートいたしますけど,けど今日がこの歌唱でした、えー、ある有名なあバスケットのコーチがあー、まあ、人格と、まあ、評判と人格うまあ評判はいいけどその人格は その人本人本か知らない、えー、私も少し、えーまあ、生ぬるいか冷たいか熱いかですね感謝いたします、えー、この配信、まあのこらよということで、えーまあ、本題に戻りますけどエレメの時代偶然崇拝また異教のに走ってしまい、えー 神様によって、えー、バビロンによって、えー、南のユダも滅ぼされてしまいますそして、えー、バビロンに補修、まあ、されますそして70年後に補修、えー、からバビロンから戻ることができます感謝いたします、うん、ではお祈りいたします、えー、どうか私この神様の恵みを心より感謝いたしますこの今日の主題、えー を確認して、えー、エレメーションをですね、えー、閉じさせていきたいと思います。エレメーション3章の22節、今日の注目した箇所、配信のこ来を変えれ、私があなた方の配信を癒そす。今、私はあなたのもとに参ります。あなたこそ私の神、主だからです。感謝いたします。えー、私たちは、 迷っても迷子になっても神様をもとに帰ることできます。感謝いたします。神様はいつも私の見ての支えておられます。感謝いたします。私が忘れても私がさまよっていても神様は温かく見守ってくださいます。愛の無知と愛の懲らしめ神様の素晴らしい見てに。 を神様、感謝いたします。また神様は私を生まれています。私は心静まり、また心を砕いて、死の御前に、静かに、立ち返る幸い、恵みを感謝します。このような私の姿を見て、多くの方々が、イエス様を信じる信仰に、導いて、私が、キリストの香り、キリストの 匂い、地の塩、世の光として歩む、幸い、恵み、力を与えてください。えー、感謝いたします。えー、この時感謝してイエス様のお名前によって御礼いたします。アーメ感謝いたします。えー、では3秒もって今日の配信のコラを変えるということでこの聖歌404番を持って閉じさせていきたいと思いますけど404番、えー 神のまねきですね、えー。イエスは何を指したも感謝いたします。イエスは私を呼んでおられます。えー、聖歌の四百番 <laughs>、えー。イエスは何を指したも、えー、このまあ主,主題ですね。今日のエレミア書三章の二十二節の主,主題の注目した点ですね。えー、背ける子供らよ 我に帰れ。Jesus is t e n d r l y calling ですね。8分の6秒おお司ですね。では行きます。聖歌の404番。イエスはなれを呼びたも。三回。イエスはなれを呼びたも。いともの静かに。愛の神のもとより。などて去りしと。 帰れや、帰れや、帰れや、と主は呼びたもん。イエスは罪に苦しむ、長身を今呼ぶ。重きにおばおろして、やすきえよやと。 帰れや、帰れや、帰れや、と主は今呼びたもん。イエスはなおもしのびて、長みを待つなり。 汚れ、罪と汚れのあらばあるまま。帰れや、帰れや、帰れや、年は今呼びたもん。イエスはなおもしのびて、 長身を待つなり、汚れ罪みと汚れのあらばあるまま。帰れや、帰れや、帰れや、と主は今呼びたもん。 招く声に従い直ちに立ってゆけ後にならば無駄なり悔いの涙も帰れや帰れや帰れや年は今呼びたもん 感謝いたたたしします聖火の番イエスは誰を呼びたもでした私はどこに、えー、帰るべきでしょうか私を作られた天と地を作られ私を作られたイエス様に、えー、帰るべきではありませんか私は好きなこと、娯楽、楽しみに、えー、帰るべきでしょうかそうではありません。えー、どうぞあなたの魂がこの混沌とした厳しいこのおにあって えー、どこに光、どこに闇私はこの現実、暗闇いろんな事件や事故本当に、えー、厳しい悲しい、えー、現実にありますかどこに、えー、望みと希望とを持つべきでしょうかこの魂の救い主である聖書 イエス様に帰るべきではありませんか今日の、まあ、エレメシオこのものでしたけど、信じてる魂も信じてない魂もどうかこの聖書、見言葉、眉の教会にあなたの魂の帰るところがあります。皆さん、あなたの魂に帰ってください。あなたを作られたあ神様に帰ってください。えー、神様、あなたを呼んでおられます。感謝いたします。どうか一人として滅びることなく、 永遠の命に預かる幸いに恵みに預かってほしいとお願いします。ではお祈りいたします。えー、天の父の神様、この聖書メッセージの時を感謝いたします。えー、神様の恵み、幸い、あれみを心より感謝します、えー。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。雨また、えー、この聖書メッセージで、えー、お会いしましょう。帰りましょう。感謝します。 マスタートでした。仕上げです。パッションブリーズ、シャロン、バーイ。